テーブル目星75ダイスダイスロールブワーッあっ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 半分クソだろう。あっあっあっやばいやばいやばい、やっちゃったね。ゲームマスターがそういうのなしでしょ。どうなる？あなたは最初に見たメモ以外のメモを見つけましたが、随分と古いものだったようで、チリになりました。手がかりが消えちまったのか、触ったせいでか。これは情報がひどいな、マジでか。そっか、俺古い紙切れ1枚しか見てないのか。あ、じゃあ2枚の紙切れ以外のやつか。はぁ、マジでか。スープがなくなるよりはマシか。確かに。あとは、天井。天井に何か通気口とかないかな。なんか、ぶら下がってたりとかするかもしれん。何もない。あ、これはもう振るまでもなく、何もないのか。コンクリ打ちっぱなしか、完全に。そっか。空気穴もないのか、じゃあ。そっか。なるほど。何もないのか。じゃあ、やばいね。わかった。じゃあ、聞き耳ね。わかった。じゃあ、北の扉に聞き耳。あ、いや、したのか。したんだな、したんだな。じゃあ、入れそうな。西の扉。西の扉に聞き耳。いいかな。30。成功率30。だー！え、何もわかんない。失敗。何も聞こえませんでした。いや、何も聞こえないっていいことだよね。って思っちゃダメなのかしら。その、悪い生物が、黙ってる瞬間に、あえて聞き耳しちゃったって可能性もあるんだろうな。ヒントもない。何も始まらねえな。ビビんなくていいのよって。わかった。他に見るもんないよなぁ。あ、スープが入った器を見てみよう。何か書いてあるかもしれない。器に。器、なんかそういう特別なアイテムかもしれない。これ終わってからそろそろ扉の方に探索しますかね。あ、もうないのか。ただの手、何の器？真っ白いお皿。あ、ごめんごめん。間違えた。ん？机の上には木製の白い器ってことでいいかな？山崎パンのは、パン祭りレベルの。つまり、何のヒントもないよって意味だな、これはきっと。わかった。山崎、春のパン祭りレベルの。はい。今一番新しい情報これしかないですね。そっか。そっか、分かった。じゃあ聞き耳をするか。じゃあ北の扉に、あ、やった、いや、引きしたんだよ、したんだよ。行ってみようか。とりあえず行ってみよう。まず行かなきゃ分かんない。うん、移動が楽そうだしな。じゃあ北の扉に入る。ああ。扉を押して、軽く押して、ちょっと覗くぐらいにしよう。いや、何も聞こえなかったんだ。いいや、普通に押して、入っ
ってみよう。ギーッと開けて入ってみよう。ドアを全開に開けて押してみよう。部屋に入りました。北の部屋はこんな感じです。この部屋にはとても綺麗な印象を受け、食器棚や調理台、ガスコンロや洗い場など様々なものがあります。部屋はいくつもの豆電球が設置されていて、真昼のようにずっと明るい。どっから調べようか。豆電球、さまざまなものか。キッチンって印象でいいのかしら。キッチンか。食材を見よう。何か食べるものがあるかもしれない。食材だ。冷蔵庫とかあるのかな。調理台がある。目星どうぞ。はい。目星75。ダイスロール。うん、成功。成功です。みずみずしい野菜がたくさん置いてあります。野菜。大根やトマト。なんだ。みずみずしいか。そう。さて。大根持って行ってスープにつけたらどうなるのかしらって。ピーナッツ、あ、本当に、やばい、好感度上がっちゃうな。ちょっと欲しいかもしれない。いや、宿題だよ。ピーナッツあるのか。わかった。じゃあわかった、ここでピーナッツを持ってスープに入れてみよう。硫酸かもしれんしね、怖いからね。ちょっと入れてみて、ちょっと反応を見てみようか。銀のスプーンが欲しいねって。お、魔女の家。あ、そうか、戻るってことになるのか。戻る。別にまあこの北の部屋にはいつでも入れますからね。戻って、まあ逐一コンコンと動いてみましょう。戻ります。やめてよ、その時、びっくりした。なんだよ、わー、なんだよ。戻ろうとしたその瞬間とかないのか。なんだ。そうか。じゃあ、スープにピーナッツを入れて、ちょっと酸かどうかを調べましょう。なんか、ピーナッツに反応があるかとか見てみましょうかね。反応を見るってなんだ。目星、これも目星かな。ピーナッツはドロドロとした赤い液体に飲まれるように沈んでいきました。そうか。これ飲むかどうかが最終目標なんだよね、きっと。好感度上がったなって。やったー、スープさんの好感度上がったぞー。来週デートですね。バカ野郎どうする、バナナも食わせるか。バナナある？目星、バナナ。目星、北の部屋行って目星、バナナ。あ。どうなん?この、うん。お。8、成功。あ、あったわ。あっちゃったな。まあ、そうね。あったけどな。沈んでいって、わかんねえな。困るな。何、どうしようかな。探索しようねって。
わかった。まあここだけじゃわかんない。待てよ待てよ。つったな。食器棚に何かないかな。食器棚があるらしいな。食器棚に何かないかな。目星どうぞ。75。ダイスロール。なんでや。おい、一番大事なとこだぞ、これ。待てよ、一番何かありそうなとこじゃない。失敗です。失敗。何も見つけられない。 どうぞ、ここは幸運出してほしい。幸運70です。幸運70、ダイスロール。すいません、いろいろ。ごめん。ごめん。目が悪いんだ、きっと。ごめん。大失敗だ。何も、ほんと、ないや。失敗だわ。どうしよう。手がかりが一切ねえ。ゲームマスター困って、見つかりませんでした。そっか。不安でしかねえな。そうか。調理台には引き出しとかあんじゃねえか？調理台には引き出しとかあんじゃねえか？目星どうぞ。目星75、ダイスロール。おーい！おーい！嘘！嘘だ！うえーい！嘘！何も見つかんないよー！75も解けない。マジで？もしこれファンブルとかしたら人間の腕とかってワンチャンあるって話でしょ。時間を置いて戻ってきたらまた減らしてあげるねって。今は何も見つかりませんでしたって。ありがとう。聞き耳してみたら？わかった。じゃあ、持ってるねー。お互い困ってるねー。元の部屋に戻って、西の部屋に聞き耳してみましょう。西の部屋は、綺麗な木製の扉となっております。鍵はかかっていないと。木製の扉。まあなんか壊そうと思えば壊せるんだろうしね。聞き耳立てるのには、30。 もう怖いな。もう怖いよ。頼むよ。分かった。開けよ開けよ。扉だから、最悪、ガッと閉めれるかもしれないから、ゆっくり薄く開けていこう。ゆっくり薄く開けていきます。西の扉。窓ある部屋？南の扉ね。でも熱い鉄板なんだ。つまり開けられないんだな。そっか、見ればいいんだっけ？じゃあ後で見てみようか。入れない部屋には興味ないかなと思って。この部屋の部屋は中央に小さな4足の古い机があり。ほう。西の部屋は結構なんか、あれだね。その上にあるキャンドル皿に寄せられたろうそくがうっすらと部屋を照らしております。4隅には本がいっぱい詰められた本棚が置いてある。本棚にはどれも丁寧に収められていますが、どれもジャンルがバラバラとなっている。まあ、調べがいがあるね。わかった。まあ、なんかこういう場合ととりあえず目星するのが一番なのかしらね。じゃあ目星。75。75ね。やったぜ。75%の成功をやってあてられましたね。成功です。18成功です。
ろうそくでもな、真ん中の部屋とか電気あるしな。部屋を見渡すと、そうよ、聞き身の時に出てほしかったね、18。本棚に気になる黒い本を見つけました。ほう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 、読めるかな。どうする？目次を見よう。開いて 1,2 ページだけ見てみよう。それってなんだ。開いた。表紙を1ページだけガッて開いた。本を持って開いた。サキュバスの悪魔の名前があって、サキュバス召喚しようかな。本を持つと本はべったりと湿っていて、本に触れるとかすかに甘い香りのする黒い液体が付着します。それって何？目次を読むと、その本はスープの夢と書かれた本のようでした。スープの夢、夢、スープは夢を見るのか。甘い香り、ないね。BGM 変えてほしいですか？わかった。でもいい BGM ないぞ。なしでやってみるか。博物学持ってないですよ。持ってないね。あ、図書館持ってる。あ、俺図書館50振ってる。あ、行ってみよう。図書館50振ってる。なるほど。あ、図書館っていうのは知識っていいのかな、これは。イメージ、お、これ振っていいのかしら。その図書館の使い方がわからないです。50持ってます。本当は本棚に振ったりもするんだよ。あ、本棚に振るんだ。整理整頓？本の整理整頓かしら。調べ物ね。わかった。じゃあ振ろう。図書館50は出すだろう。お、やったぜ。29成功ですね。目的の本を見つける探索力って聞いた。あ、そうなんだ。まあ、その辺は GM の采配なんだってね。スープの夢について詳しいことが知りたいです。本の中身はざっと、なんかこの言い方怖いな。なんだ。待って、なんかすごい長いな。中身は真ん中の部屋、ちゃんとしたスープを飲まないと出られない。メモの裏にはスープの正体が記されている。あ、時間ないな。次開くか。チョコ焼き読んじゃおう。上の部屋、調味料や食器がたくさん置いてある。ちょっとだけ予備のスープが鍋にある。右の部屋、とってもいい子が待っている。いいものを持ってるよ。ほんと？右行こう。左の部屋、本はとても大事だから持ち出したらダメ。ろうそくは持っていける。下の部屋、神様が眠っている。毒の資料がある。万人は生きのいいものを食べなくちゃいなくならない。大事なこと、死ぬ。